郵便番号川野姉妹お願いいたします。手話でですね、はい、パワーポイントね、はい、アイコンで、次は主の祈りです。皆さん一緒にお祈りしましょう。天にいます私たちの父よ、皆が与えられますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの仕事の糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちに負い目のある者たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と支えは特殊にあなたのものだからです。アーメン。次は使徒信条です。私は天使の救い主、全能の父である神を信じます。私はその一人も私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、世に下り、三日目に死人の血よりよみがえり、天に昇られ、全能の父である神の御前に座しておられます。そこからこらえて生きているものと死んだものとを裁かれます。私は聖霊を信じます。清い公共の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。それでは礼拝のためにお祈りさせていただきます。天のお父様、神様、神様の御名を褒めたたえます。今日も神様の憐れみによって、この私たちの主を主と共に礼拝をすることができることをありがとうございます。また神様の憐れみによって、私たちはイエス様のことを今まで知りませんでしたけれども、イエス様を知ることができて、いつもイエス様を見ることができました。どうか神様、私たちの生涯をずっと神様と共に礼拝できるように導いてください。今日計画通りに以前に決まっていた新郎牧師も
お迎えすることができたことをありがとうございます。神様、神道牧師先生の聖霊を受けさせてください。神道牧師先生を通して私たちが神様のお話を、御言葉を正しく聞いて胸に受けることができますように、聖霊で満たしてください。心を満たしてください。初めていらっしゃる方もいらっしゃいますが、キリストがわからないと、固い心を持つことなく、柔らかい心で神様のお話を聞くことができますように、どうか神様の御業を働かせてください。表してください。今日病気で、また怪我で出席できない兄弟姉妹もいらっしゃいます。その方たちの慰めと平安を与えてくださいますようにお願いいたします。神様、今日の一日の礼拝を神様に共に礼拝を捧げます。私たち一人一人の心をイエス様の血潮によって清めてください。お祈りいたします。すべての技イエス様にお任せいたします。ありがとうございます。主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。次は説教です。収穫品の御となってという題です。金戸先生、よろしくお願いいたします。おはようございます。私のお友達がまだ見えてませんね。見えてますか？見えてませんね。来ると思います。ここに、来れて嬉しく思います。ありがとうございます。出来目忘れました。時間がないので、早速御言葉を開きたいと思います。マタイの福音書、あれ、あ、そうじゃない、マタイの福音書、もうこれをちょっと出してください。はい。イエスはまた別のところを、例えを彼らに示して言われた。天の御国はこういう人たちに例えることができます。ある人が自分の畑に良い種をまいた。ところが人々の眠っている間に彼の敵が来て、麦の中に毒麦をまいていった。麦が芽生えてやがて実った時、毒麦も現れた。それでその家の主人のしもべたちが来て言った。ご主人、畑には良い麦をまかれたのではありませんか？どうして毒麦が出たのでしょう？主人は言った。敵のやったことです。するとしもべたちは言った。では私たちが行ってそれを抜き集めましょうか。だが主人は言った。いやいや、毒麦を抜き集められるうちに麦も一緒に抜かれるかもしれない。だから収穫まで両方とも育つままにしておきなさい。収穫の時期になったら私は彼氏たちに、まず毒麦を集め焼くために束にしなさい。毒麦の方は集めて私の麦の方は集めて私の蔵に収めなさいと言いましょう。はい。ここから今日収穫感謝祭です。何を言いたいのか結論から言います。もう説教終わっちゃいます。救われた私たち、あなたたち一人一人が神様の一番素晴らしい収穫。例え話にはその当時の人が分かる話なんです。そしてありえない話が一つになっている。誰でも分かるという話の一つは、敵が毒麦をまくという。今でも
インドの方の農村の民族争いの中で毒麦を撒いていくということもあるらしいですね。それがその当時のユダヤ人たちが聞いてすぐ分かる話。もう一つのありえない話、絶対これは納得いかんという話は、毒麦を成長するまで待つという話。これは農村ではありえない話です。みんな雑草を抜くでしょ。稲の方の栄養を全部毒麦が吸い取っちゃうからいい稲がならないんですよ。だから農業をやってる人たちにとっては麦雑草をそのままにしていく、また毒麦をそのままにしていくってことはありえない話なんです。そういう例えを持ってイエス様は話されます。じゃあなんで毒麦の成長を待つんですかというのが今日のお話です。ここでポイント1です。はい、ここですね、ポイント1、忍耐というのは悔い改めるまでその人に寄り添う。関連聖句は第1テモテの2章の4節、すべての人が救われることを聖書も持ってこない牧師がよく見えたね。聖書にはね、こうあるんですよね。神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。私たちに必要なのは忍耐です。言い換えれば神に忠実であり続ける。いいですか。私たちに必要なのは忍耐と忠実です。カトリックの預言者がいます。その人はね、ホセアみたいなんですよ。カトリックでね、1年間に地球6周してるんですよ。その人がね、初めてプロテスタントで説教したんです。私たちの教会ですよ、初めて。今はうちの教会知ってるか知らないか分からないですけど、もう小さいし汚いって言ったら悪いけど、ちょっと薄汚いし、ちょっとまあ薄暗いし、スナックでね、まあ言っちゃ悪いけど、まあ、貧乏人がより集まってるよまあそれ冗談ですけどね、こう、まあ、そういうこじんまりとしたところで彼は言いました。私たち伝道者に必要なのは忍耐ですね。お互いに忍耐が与えられるよう、忍耐が全うできるように祈り合いましょう。彼はね農夫です。突然神に、語られたんです。あなたの寝床は飛行機の中になります。で、彼の息子は脳みそがなくて生まれてきた。お腹にいる時にもうお医者さんが、この子供は脳みそがありませんから下ろしてください。彼は、私はカトリックですから絶対に堕胎はしません。その時に神様からまた言葉が出ります。私が脳みそを作ります。生まれて出た時は脳みそがありませんでした。しかし今あるんです。健常者です。もしその子が降ろされていたら、神様の収穫はなかった。神の言葉はとこしえに立つ。
私たちはその常しえに立つ信仰によって生きています。今目に見える状況の先を見ることができます。今どんな苦しくても、どんなに大変でも、その向こう側の信仰で私たちは生きています。私もそうです。私がですね、このようにして皆さんに高いところから喋っているのはありえない話でしょう。前科者ですよ。指もないんですよ。入れ墨も入ってるんですよ。こんな男がなんで先生って言わなきゃいけないんですか。ありえない話ですよ。でもね、私は目に見える先のことを私は信じたんです。刑務所の中で、そちら側の聴衆席に座ってました。この壇上で話している人の話を聞いて、ああ、つまんねえと。私はもっと同じ囚人の一人として、もっと魂を揺さぶる話をするって決めました。神様にそのように言われていらっしゃる。皆さんね、今私が一つだけ本当に持って帰りたい言葉は、イメージした通りになります。それが信仰です。ゴールから自分を見てください。そうしたら諦めたり挫折することがありません。私たち神様は知ってますから、ちょっとずれてもブレても大丈夫なんです。すぐ戻ってきます。私たちはもうすでに駆られたものですよ、ね、霊的にもうイエス様を信じました。もう買い取られたんです。神様に良い身として、良い束として買い取られた。さあ、じゃあもう一つ、私は一つ死刑へ反対の立場を取ってます。これは一宗教者として、クリスチャンとして私はそのように、公にしています。神様が命を与え命を取られます。それは神の主権で、どんな罪人でもそれは神様がやることだと思うんです。全て今の関連性で全ての人ですよ。全ての人ですから例外はないんですよ。ヤクザも人殺しもホームレスも泥棒も健常者も老者も盲人も全てですよ。例外ないんです。今死刑囚が何百人っていいます。私も何人かサポートしています。また死刑囚をサポートしている人をサポートしています。なんで私はサポートしなきゃいけないんですか。犯罪者をサポートする、それだけで皆さん攻撃するんですよ。なんであんなやつに、なんであんなやつに手を貸さなきゃいかん。じゃあなんで死刑が廃止なんです、なんであなたは進藤先生は反対なんですか。明確な私の答えがありますよ。悔い改める機会を自分、私たち人間が取っていいんですか。死刑にしなくたって、この地上で息がこと切れて神の御前に立つときに、ヘブル書に何て書いてあるんですか。人が一度死ぬことと神の御前に立つことが定められていますよ。そのときに永遠の滅びに至るということを信じているんですから、私たちは、私たちが殺さなくてもやがて滅びるんです。ただ私たちは神の御心を遂行するために、それを成し遂げるために、悔い改める身を残すために、死刑囚のために、その人の死
刑囚の犯罪の傾向を知ってますか皆さん。親に虐待、愛されて育たない、愛を知らないんですよ。その人のために交通に行って面会をして手紙を書いてパンツを差し入れ、たくさげしてパンツを洗ってあげてパンツをまた入れてあげて、お母さんになって初めてお母さんという言葉が彼の口から死刑囚から出て初めて自分の罪を悔やまれるんですよ。私たちが法律の力を借りて毒味だ、ああ毒味だ、早く抜いてしまえ、もしその人を殺したならば、今死刑囚で私の知っているけども、何人もその罪を悔い改めている人がいます。その人は悔い改める機会を私たちは奪っていいんでしょうか。どんなにその人が死刑、死ぬまで、税金でその刑務所のご飯を食べさせなきゃいけなかったとしても、どうでしょう。もちろん私は被害者の家族や遺族の気持ちを踏みにじっているわけじゃない。統計によると被害者の遺族がその犯人が死刑になって心が癒されましたが、半分の人は癒されてないんです。なぜですか。その人は悔やめてないからです。裁判でもまた死刑などでも遺族の心が、遺族の人が言うコメントの中に、謝罪の一つもなかったのは悔しいことです。結局人はね、その人が悔やめて生きることを望んでいるんですよ。岡山にいる、もう亡くなったかもしれません、息子を殺されたご婦人がいます。そのご婦人はその犯人を自分の家に3日間止めて、彼を更生させました。許しの力がどれだけ出る。松本サリン事件のあの遺族のお父さん、テレビで見ましたか皆さん。テロップが流れないから見ないかもしれないけれども、松本サリン事件で一般のご婦人がサリンを吸って13年14年15年かな、寝たきりで脳麻痺を起こして喋れず寝たきり、自分でもご飯も食べれない、会話もできない、脳半分脳死状態。サリンを撒いたその犯人が10年間で出てきました。彼はその足でその被害者のもとに行って、毎月毎月遺族の庭いじりとお見舞いを欠かせませんでした。ちょっと皆さん考えてください。その遺族の旦那さん、家へ行ってお茶を出して会話をして謝罪を受け入れて、彼ができることは何ですか、何でもさせてくださいと言って庭いじりとお見舞いに行ってるんです。それ毎月毎月何でも聞きます。何でも何でも何でも欠かさず、去年だか一昨年にその寝たきりのご婦人は天に召されました。今でもきっと遺族のもとに通って庭いじりしていると思います。僕その人のニュースを見たときね、クリスチャンかなと思ったんですよ。
そしたらこんなでっかい仏壇がありましたから。僕たちが前に前進するには全てのものを許さなきゃいけないんです。自分自身を許さなきゃいけないんです。あいつのせいだ、環境のせいだ、あいつのせいだ、こいつのせいだと言ってる間には私たち前に進めません。自分の人生のために、自分自身のために許せない心を神様に預けなきゃいけないんです。それが私たちの生き方です。そして私たち自分自身のこの信仰の中に、神様が必ず働いてくださって、神様の正義が絶対にあって、それを信じることです。聖書に何て書いてあるんですか。復讐することは私の神のすること。その通りになるんですよ。私のことをインターネットで書き連ねた、あの野郎は飲酒するからダメな牧師だ、けしからん、それだけじゃないんですよ。めちゃめちゃ書いてた人がいました。私は同じ土俵に登らずに行いが証明する、態度が証明する、私の救ってきた身が証明する、この彼もその通りですその牧師はね、僕3年間耐えたんですよ。その牧師今何やってるかって言ったら、その悪口を書くグループから、その人牧師よでもそこから離れて今私の名誉回復のためにインターネットに書いてる会えば分かるんでしょ。でも私はその人を許しましたよ。謝ってきた、やってきたね。私はなぜできるんですか。私も許されたからですよ。どれだけ自分が罪人か分かっているから許すことができるんです。僕が天に入れる、そんなことに伝わったら、小さい肩を入れて、で終わり。そうすると前進できるんです。私がサポートしている長野のクリスチャンの人も死刑囚を養子にしました。実の父親母親はその事件だけでもう関わることすら、親のためにも良くないって、結構その死刑囚も親との縁を切んなきゃいけないこともあるんです。やむにやまれ。そんな中でみんなね、5年10年寄り添って、死刑囚なんて大体自分の人生はかなんでますから、あどうせ俺の人生なんかなんでこんなに優しくしてくれるんだよ、ふざけんね、哀れみかい、こんなにいらねえよ。そっから始まっていくんで、それを5年10年忍耐して、パンツの洗濯して、返して、やっていくうちに心を開いて、お母さんなって、残されているのは忍耐と、はい、2つ目のポイントです。これです。今日は週刊感謝祭です。教会政党も信徒政党も勤労の